Hatch opens, stark light. The television talks full of eyes. The spirits of サラ・ケインの戯曲4時48分精神崩壊。ケインは他者を受け入れること、他者に受け入れられることの難しさを描いた。彼女は1999年28歳という若さで亡くなった。私は彼女の声を知らないし、彼女の名前を呼んだこともない。20年という時間が過ぎて、今、私たちは人と触れ合うことの難しさに直面している。接触は、喜びや安全から、危険や不安、恐怖の象徴へと変化した。本当は、最初から2つあった。人と触れ合うことは簡単なことではない。簡単ではないからこそ、私たちは他者との対話を求める。劇場はその対話の場所になる。劇場は触れ合うことができないものとも対話する場所になる。Disappear. We're trying to live a mad world.